トリーのゆうきと、はい、ちーちゃん。ちーちゃんと、みさきです。と、ぼーちゃんです。ぼーちゃんです。はい、ということで今日もね、またぼーちゃん出演でございます。はい、ということで今日はですね、またまたなんですけども、素敵なプレゼントをリスナーさんからいただきました。なんと、園芸ファクトリーのユニフォームを作ってもらいました。よかったね。なんとね、今これ着てるこのお洋服なんですけども、はい、あのクレヨンママさんが、作ってくださった T シャツということで、はい、刺繍です。名前入り？名前入ってますよ。すごい、このワッペンにね、このパチモンが書いてあって、これミサキって書いてあるんですよ。で、後ろ向いてもらっていい？後ろ向いて、はい、ほら、なんと後ろには園芸ファクトリーのロゴが入っております。すごい、すごいよね。ありがとうございます。本当にめっちゃ嬉しいね。で、しかもあのちゃんとこう他のね、違う T シャツも、ちょっとダメだダメだ、そっち側に追いつくと思って、なんかダメみたい、なんか今日はダメみたい、後ろ危ない。で、美咲ちゃんが着てるやつね、はい、これ、美咲ちゃんが着てるやつの、そう、同じやつと、僕が着てるやつのこのバージョン、はい、ちーちゃんめっちゃ欲しがってる。ちーちゃんめっちゃ欲しがってるよ。なんと、ちーちゃん安心してください。安心してください。あなたの分も用意していただきました、こちらで、イエーイ。よかったね、ちーちゃんね。嬉しいよ。ほら、ちーちゃん用のやつもある。ちーちゃんこれ着てやっていこう。下ちょっとズボンないけどさ。ね。うん。ほら、そう。すげえ、ちーちゃん用も作ってもらったんですか。すごいよね。ちーって書いてありますからね、これね。ロケするとき、毎回これ着ていくか、ちーはね。ね。せっかく作ってくれたからさ。着れるかな、ちーちゃん。着ていきますよ。違う、ちーちーちーこっち、違う、ちーこっち、こっち、座って、座って、これ式をいつもさ、あんまり着ないからさ、このロケの時ぐらい、テレビのロケとかぐらいしか着ないから。お、すげえ似合ってる。ぴったりぴったしですよ、ほんと。そう、いい感じ。立つ、気をつけ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 、ラッパーみたいになってるから気をつけ、ちーちゃんラッパーみたい。はい、はい、オッケー、いい感じ。あ、でもぴったしだね、ほんとね。気をつけして、ちーちゃん、気をつけ。お、いい感じ。前向いて、ちー座って、座って、はい、気をつけ。この命みたいになってる。はい、ちーちゃんね、もらいました。ほんとちーちゃんよかったね、これね。はい、ちーちゃん持って、はい、よかったね。はい、じゃあちょっと持っていったの、はい、そうそう、持って自分で持って、あ、いい感じね。え、すごい立派な、いいものもらいました。ありがとうございます。そしてね、これだけでもすごいいいんですけど、そう、慣れるまでちょっと時間かかりますよ、これ。新しいやつは慣れるまでね。はい、ちょっと腕を曲げるか、腕をまくってほしいみたいな。そう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 、こういうところは気にするタイプの男性なの。気をつけ、気をつけ、はい、気をつけ。そう、落ち着きました。結構いい感じだね。はい、それとこれ、美咲ちゃんがいつもあの TikTok をこの撮影ね、はい、してる時に、これ TikTok ライブやってるんですよみたいなやつをこのね、あのスタンドに貼って、そしたらね、あ、なんかやってんのか、あ、そういうことなのねっていうことをね、お客様に気づいていただけるようにね、腕章みたいなもんですよね。はい、それを作っていきました。すごいよね、TikTok ライブ中って書いてあるけど、 TikTok ライブ限定だもんね、これね。うん、それと、まあこうやって、これあの、美咲ちゃん用の腕章。はい、腕章ってね、なんだろう、ワッペン。はなちゃんがつくしのやつを作ってくれました。これ、まあ、あの、ショーやってる時のこのユニフォームにつけるのかってね。ちーちゃんの形がある。僕はなんかエヴァンゲリオンのちーちゃん、千葉出身だから千葉ゲリオンですよ。うちの千葉ゲリオン。あと、すごい見て、サッカーのユニフォーム、もうあれだよね、もううちのエンブレム、それにしようか今決まりました、うちのエンブレムこれです。なんか
青と黒とこのパチモン、サッカーっぽい。なんかちょっとそれなんかロゴなんか書いてるんだよね、それね。そうなんです。ここパチモンってローマ字で書いてある。おお。めっちゃかっこいい。FC パチモン。FC パチモン。FC パチモン。そう、FC パチモン。クレヨンママさんからちょっとねもらったんですよ。なんでしょう。ワッペンをね、あのクレヨンママさんからね、TikTok ライブに来てくれた人にプレゼントするのはどうですかっていう。TikTok ライブからうちにいっぱいお客さんがね、この見に来てくれるんじゃないかと。実際に TikTok ライブで見るのと、実際に見ると全然違うんだよっていうことを皆さんに知ってもらいたいっていう気持ちを込めて、現地に来てくれた人にはこのパチモンのバッジをプレゼントしてはいかがですかっていう提案をいただきました。はい。めちゃめちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよ。前回作ってくれたスタンプとは別だからね、これね。うん。だからこれね、TikTok から来てくれたって言った人に、まあ、数は少ないんだけど、これ今ね、実際にね来てくれた人にプレゼントするということでやらせていただこうかと思います。はい。じゃあ持って。そう。これです。捨てた。持って。あ、出ちゃった。これです。はい。これを僕たちが配りますということで、実際に本当に見に来てくれた人にはパチモンバッジを配っていきたいなと思います。はい、はい、本当にね、うちのリスナーさんたちはもうありがたいことに、本来は自分からこう作ってね、こうなんかプレゼントとかしなきゃいけないんだけども、リスナーさんが作ってくださって、こういうのはどうですかって盛り上げてくれるこの一体感、これはね、もう園芸ファクトリーのファンね、パチラの皆さんのパチモンか。うちのファンの人たちの名前をね、総称してパチモンっていう、パチモンの皆さんにプレゼントをこういただいて、そして流れみたいな、非常にありがたいです。もう今後ともね、どん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 ですね、園芸ファクトリーは皆様の力によってアップデートされていきますから、はい、ぜひとも皆さんね、新しい園芸ファクトリーをアップデートしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、皆さんぜひとも今後ともたくさんの応援お願いいたします。お願いします。それでは待っております。イエーイ、じゃあ待ってるぜ、ちーちゃん待ってるぜ。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。ちょっと待って。ねえ、なんかさ、今度さ、お菓子作ってみたくね。お菓子、パチモン風のお菓子なんかないかな、作れないかな。え、じゃあさ、美咲ちゃんプレゼンツでさ、パチモンのスイーツを作ってみようみたいなやろうよ。いいっすね。ね、みんなで食える。あの、くもパンはやめてよ。くもパンはそんなに美味しくなかった、食べたら。美味しかったよね。え、あれがあのまんまの味なの。そうですよ。そう。お、来た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 、どりゃー。来た来た、予約取れた。次回、みーちゃんプレゼンツ、パチモンのお菓子を作ってみた。イエイ。